ギアカンパニー代表の関根です。印本の価格、この本屋ときがわ町愛用支店で扱うビジネス古本、印本の価格設定、今ですね、あの4つ考えてます。4つ。1つがですね、無印本、印がない本ですね。無印本が1つと。で、2つ目が、印し本、まあ、侍である私がつけた印し本ですね。で、3番目が印し本超、超ってのはあの超すごいの超ですね。あの印し本超と書いて印し本スーパーになります。まあドラゴンボールスーパーみたいなんですかね。印し本スーパーと。で、4番目が印し本宝と書いてですね、印し本トレジャーと。トレジャー。この4つ、無印本、印し本、印し本超スーパーと印し本宝トレジャーと、この4つになります。で、そのそれぞれ説明していくと、まず1つ目、無印本はですね、あの古本なんだけど私が読んでないものですね。申し訳ありません。これ、まあ、映画の魔術買ったんだけどこれ読んでないんですよ。だから何も印ついてないですし、綺麗なんですね。で、もともと1500円で買った本なので、ブックオフさんとかに持っていくとこれが一番高く、売られるタイプの本です。ただこの無印本は本屋ときがわ町愛用支店では500円です。一番安い最低価格500円が無印本になります。で、2番目、印本ですね。印し侍である私が印をつけた本。例えば同じような営業の本でも、これまあポストイットも貼り付けます。結構折ってるんですよ。で、あといろいろ、そうそう、線引いたり、場所によってはメモ、自分なりの考えを書き留めていたりとかしているので、これは印し本、2番目の価格帯ということで、印し本これは1000円ですね。印しである私が折ったり線引いたりメモをつけた印し本は1000円と。3つ目がですね、印し本超スーパーということで、例えばなんですけど、そうそうそう、ランチェスターでも紹介する、これ弱者必勝の戦略、今ちょっと目印でこれつけてるんですけど、印し本超スーパーですね。これかなり折ったり書き込んだりしてるんですね。で、私の中でも思い入れが強くて、まあ、できればなんか置いておきたいなっていう本なんですけど、それでもこうもし買っていただけるんだらあれば、例えばそうそう、これなんかだとあれですよ、長時間労働の話があって、私のその生活のそこですね、過ごし方とか、まあ、余計なことまでメモ書いちゃってますんで、もうちょっと 手放すのが恥ずかしいぐらいの印し本超スーパーは2000円以上になります。まあ、これは一応2000円で考えてるんですね。印し本超は2000円だったり3000円だったりとか、ちょっと価格を高く設定します。なので、そうそう、気に入った方にのみ買っていただきたい。で、最後4つ目が印し本宝トレジャーですね。これもうトレジャーなので、やっぱ売れないと、売りたくないという本が印し本トレジャーになります。まあ、そのランチェスター弱者必勝でも、あの武田先生のサインが入っているとか、もう何でしょう、2001年2003年から十数年かけて読み続けているものとか、こういうのはやっぱ売れないんでですね、この辺の、あ、これは売っていいやつか、はい、そんな形で印し本トレジャー宝は非売品、つまりプライスレスということになります。非売品というふうに今度載せとくかもしれませんので、印本トレジャーは売れません。まあ、以上4つですね。無印本は500円、印本は1000円、印本超スーパーは2000円以上、印本宝トレジャーはプライスレス、売れませんということになります。それでは